県庁で今日、大分トリニータを支える県民会議が開かれ、県内の政財界の代表者ら14人が出席しました。トリニータは今シーズン J1 昇格に向けて前半戦までは順調でしたが、後半一気に失速し、最終的にはリーグ9位に終わりました。会議では運営会社の大分フットボールクラブがホーム戦の入場者数が昨シーズンよりもおよそ5万4000人増えたことを報告。入場料収入などが好調に推移した結果、今期の決算で4期ぶりに黒字となる見通しを示しました。県民会議では来シーズンもシーズンパスや講演会による収入増加を目指して、県民、企業、行政による支援を続ける方針です。